ジョン・デューイ・ヒッカーソンジョン・デューイ・ヒッカーソンはアメリカ合衆国の外交官。1898年にテキサス州クローフォードで誕生。テキサス大学で学び、1920年に学士号を取得。大学卒業後は国務省外交部に入省1920年から1922年までメキシコでタンピコ副領事。 1922年から1924年まで、ブラジルで、リオデジャネイロ副領事。1924年から1925年まで、ブラジルで、パラー領事。1925年から1927年まで、カナダで、オタワ領事。1928年に、ワシントン DC へ移り、1940年まで、国務省西ヨーロッパ部で副部長。 また1934年から1941年までは国務省上訴審査委員会にも所属。1940年にカナダとの統合国防会議が新設されるとヒッカーソンはアメリカ側の事務官として参加し第二次世界大戦終戦まで在任。1944年に国務省イギリス部長を兼任。1944年から1947年まで 国務省ヨーロッパ部で副部長。またこの期間、ダンバートン・オークス会議とサンフランシスコ会議にアメリカ代表団の顧問役として参加。1947年、国務省ヨーロッパ部長に承認。1949年、ハリー・エストルーマン大統領は、ヒッカーソンを国務次官補に任命し、1953年まで在任。 続いて1955年まで国防大学で教員顧問を務めた。1955年、ドワイト・アイゼンハワー大統領は、ヒッカーソンを中フィンランド大使に任命。同年11月の新任情報廷を経て、1959年11月まで在任。1960年1月から1961年12月まで中フィリピン大使。引退後は、 ワシントン DC に居住。1989年1月18日に、がんにより死去。ありがとうございます。